ご助でございます。今日はね、ちょっと理論みたいな話をねしてみようかなと思うんだけど、全然こう、なんていうのかな、的外れなことを言っちゃうかもしれないんだけども、よろしくお願いします。はい、てな感じでね、ギターもね、何本もあるんですよ。大概いじくっていうのはいつも決まってて、こればっかりなんだけど、シールドがよいしょ。あのさ、なんてことはないところでカノン進行っていうのを聞いたのね。カノン進行って何？そもそもギターっていう楽器はさ、タブ譜って言われてるものがあるのね、こういう。でこれはこの記号とか音符とか何も知らんけど、どこを押さえるっていうのは書いてあるわけよ。ね。で、原曲をしていれば、ここを押さえるのねっていうのが分かるから、ね、ここからここへ、スライド。とかね。ここ映してもしょうがないんだけど、本題は全然違うところなんだけど、まあ、ギターって楽器はそうやって弾けるのよ。だから音楽理論なんで全く知らなくっても、演奏できちゃうのね。これを、楽譜を見ながら。うん。小学校も中学校も高校も音楽の授業ってあったと思うんだけど、ロックスっぽ聞いてなかったから何にも覚えてねえんだよね。うん。そうなの。で、つい最近だもの、これがさ、よいしょ、これがさ、要は、どこだ、よいしょ、おお、ほんとね、全然分かっちゃいないんですよ。全然分かっちゃいないんだけど、ああ、これ、だから要はここがいい。普通ならいいわけじゃん。いいじゃん。何も開放弦が。いい。で、って、要は、こことここは、押さないわけじゃん。鍵盤の白いだとすると。こことここは隣なわけじゃん。で、隣っていうのが出てくるわけよ。ここから、ここは C じゃん。こうじゃん。なわけじゃん。なんでここだけって、あ、鍵盤と一緒かと。鍵盤と同じに並んでるんだ。で、白黒がね、書いてねえんだって、理解するのにいい加減時間がかかった。うん。だって、どれがどうとか、音がとか、わかんねえってねえんだもん、だって。それでも弾けちゃう楽器なんだよね。ここ。なわけじゃん。そんで、カノン進行って聞いて、カノン進行って何だろうと思ったのね。うん。で、全然レザーと関係ねえことやってまーす。はい、C。じゃん。G。で、Am。E。F。C、F、A、G っていうのがカノン進行なんだって。なんかカノンっていう歌もロックスっぽ知らないんだけど、曲もね。で、これってなんかいろんなものに使われてるよって、グリーンデイのさ、
バスケットケースとか、結構有名な曲あんじゃん。あと、マリーゴールドとか、スピッツのチェリーとかも、これだって言うのよ。このカノン進行だって、コード進行がね。え？そうなの？って、俺そういうこと全然知らないじゃん。コード進行とか、この、ドミソの和音がどうとか、分かってねえのよ。ただ、書いてあるのを、なぞってるだけだからね。うん。で、どういうこと？スピッツってどんなだっけ？と思って、確か、こんな。ローコード使わんからわからん。こんなんだったよね、確かね。そうなのよ。で、こうやってやっててなんか聞いたことあんなって思うんで、このコード進行、あれなんか俺が好きな曲でなんかあったよなって思ったわけですよ。うん。これでも全然違うなと思って、この右手のストロークをね変えてみたらさ、なんか下手くそな聞かせて嫌だな。C じゃん？ C ってことはパワーコードだとこうでしょ？だから G A じゃん？ C G A じゃん？なんか聞いたことねえか？なんか廃車でもその曲なかったっけかって思ったんだよ。なんかそれっぽい、それっぽいよね。だからいろんな曲に使われてるっていうのが、あ、そうなんやって散々ギターいじくっといて最近知ったっていうね。しE の次は何？ F？これもカノン進行なんでしょ、要するに。ね。だからいろんな曲に使われてるっていうのはなんか、あ、そうなのねって。そういうことなのね、みたいなね。うん。これがどうレザーにつながるんでしょうか。パワーコードしか押さえてないから、ローコード、指が忘れてるね、本当に。よいしょっと。へったくそなギターを鳴らせまして申し訳ない。どこ行った？あれ？あれ？インバスか。目の前にあるじゃん。嫌だな。そう。まあ理論って、音楽理論とかさ、やっぱそれなりに大事なのねって思っちゃったのよ。俺はさ、このレザークラフトのレザーに関しても、ギターと一緒で別に誰に習ったわけでもなく、自分で見て勝手に理解して進んでたわけ。ここまで来ちゃったわけ、それで。ねえ。よく来れたなと思うけど、まあ、革っていうものが、なんていうのかな、すごく奥が、懐が広いというか、そういうものなんで、なんとかなってきたのかなって、思ってるけどね。あ、これもちょっと厚み、ちょっと減らさなきゃダメじゃない？
お、うわ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 、乾燥しないようにね。これはこれで OK。 よし、前回の動画との続きだってのが分かるでしょ。厚みの調節をしている最中でございます。だからある程度やっぱりでも理論みたいなものは勉強した方がスムーズというか、なんか俺はいろんなことをとりあえず体当たりしろ、ぶつかっていこうぜって悩んでるんだったら、あの手を動かした方が早いよっていうタイプだし、それでここまで来ちゃったわけだけど、なんかもしね、このレザークラフトっていうものが教科書に載ってて、やら習得しなきゃいけない技術だとしたら、いろいろ順序立てていい感じだねいろいろ順序立ててカリキュラムがあったりとか、その歴史的な背景であるとか理論みたいなもの、なぜそうなってるのかとか、多分授業でやったらつまんないんだよね。大体学校の授業とか大嫌いだったでしょ、みんな。誰も好きじゃなかったじゃん。だからそういったものは全部すっ飛ばして来てしまったわけだが、ここへ来てこのカノン進行っていうやつを知った時に、あれあれ、ちょっとちゃんと勉強しといた方が良かったんじゃねえのって本当にね、本気で思った。うん、ギターってね、ギターってなんて言うんだろうな、ギターっていうのは本当にこう触ってないと下手になるし、もう久々になんか弾いた気もするよ今。本当ね、なんだろう、でもやればやるだけこう上達していくし、ぶち当たるんだ壁にいっぱい、すごいぶち当たるんだけど、もう投げ出したくなるし嫌になるし、でもどっかにこうポッと誰かに言ったヒントがすんなり来たりとかね、なんてことはない。この C の時になんでこの弦鳴らさねえんだろうとか、でも親指ちょっと上に上げてやる癖をつけちゃえばここでミュートできちゃうなとかさ、なんか意識しないでバンバンこうやってりゃいい音出ちゃうじゃんとか、なんだろうね。で、上手い人の演奏を聞くとね、すっげーと思って練習するんだけど、こんなもんできるかーいの繰り返しなんだけどね。本当にそう、本当にそう、それをずっと繰り返してる。でもね、ずっと練習してってさ、多分ね1年ぐらいは結構やっててもまっとうに1曲全部、まあすごく初心者向けの簡単な曲とかは別よ、自分が気に入った好きな曲とかをまんま1曲通して弾けるってなかなかできない。でもできた時はすごく嬉しかったなみたいなね。昔の俺のブログ、ずっと昔の俺のブログを見ると割とこの皮についてとか、俺なりによ、俺なりにちょっと理解したこととかをちょっと教科書っぽく書いてあるような回も時期もある。うん、トスカーナがどうとかなんだとかかんだとかいろいろ偉そうなこと書いてますよ。フレッシュハイドがなんだかんだとか、でもそういうのってなんかつまらんことだけど、
結局どっかで役に立ってんだよなみたいなね、うん、よいしょ、さあやるか。まあでもぐるっと一周回ってね、ぐるっと一周回って帰ってきて、結局先に手を動かしてんからすんなり入ってくるっていうか、そういう理論を聞いた時に、あ、なるほどね、こういうことねって、結局最初からよくわかんないのに理論ばっかり詰め込もうっていうのは頭に入ってこないじゃん。で嫌になっちゃうっていうパターンもあるから、結局は自分が面白いと思う風にね、面白いなって慣れば、こっちのものなんだよ。どんどん身になるからね。これから行こう。これもさ、これもさ、よいしょ。すでにあるやつがあるからさ、数が合わなくなるからさ、よいしょ。ノーマルは2枚でいいのか。まあね、まあね、結局のところ、結局のところ、じゃあこうしましょうっていうのはないんだけどねじゃあなんでこの動画撮ってんだよって、ねっと何の役にも立ってないけど、立ってないけど、そうだよなって思ってくれる人が一人でもいたら幸せでございます。そう、そんなね、そんなあれもいただいてね、コメントもいただいてね、やっぱ同年代のねおっちゃんたちは結構共感してくれるみたいで、電気電気、ライトライト、明かりは大事だよ。よいしょよいしょ、このなんだろう、そうそう、これはまた別の機会でやろうとも思ってんだけど、おっちゃんを武器にしろっていう感じだよな。世の中のおっちゃんはみんなさ、こう油くれたばっかりだからねちゃねちゃ言ってる。聞こえるかな、音入ってるかな。おっちゃんってさ、なんか日本のおっちゃんはみんなさ優しいじゃん。優しいしさ、どっちかというとおとなしいというか、はみ出したくないというか、みんなと周りが同じがいいみたいな。いや、そうじゃねえんだよって、おっちゃんパワー炸裂しようぜって思ってます。俺はね、おっちゃんパワー炸裂しようぜ。はい、これが2枚で、モンローが3枚か。あのね、
もっともっとなんていうのかな、わがままなおっちゃんでいた方がいいよって。何が言いたいかわからなかった、知った。何が言いたいかわからなかった、知った。そう、おっちゃんたちみんな優しすぎんだよ。もっとわがままでいいんだよと思う。俺なんか結構わがまま方でやってるでしょ。元気がないっていうか、言われっぱなしじゃん。なんか立場的に弱いじゃん、おっちゃんみんな。なんかちょっと言うとこう叩かれちゃうからさ、叩かれるの嫌だからさ。いいんだよ叩かれてもぐらいな気持ちでいたら楽じゃねえかな。だからこういうもんデザインするにしてもさ、おっちゃんらしさ全開でいいんじゃねえのか。なんか変にねえ、こびたりすると魅力が焦るじゃん。って俺は思うよ。よ。3322アウトサイダー。アウトサイダー。なんかまあ世の中にいっぱいいるよ、あのイケおじっていう人たちがね、イケてるおっちゃんが、かっこいいおっちゃん、誰もがみんなイケおじになれるわけじゃねえけど、で心はイケおじでいいじゃん、誰に何と言われようと。よいしょ。だってさ、ええ年こいたおっちゃんがこのデザイン作るんだよ。お前さ、もうちょっと考えろよとか言われそうじゃん。幸いね、俺の周りにいる同級生たちはみんなね、あのバカばっかりなんで、ええ年こいてお前よって言う連中が多いんで、で後ろ指なんか刺されたって別に構うもんかみたいな、俺は俺で好きなことやるんだみたいなね、なかなかそうはいかねえんだよっていう声も分かりますけどね。会社勤めでね、こうなんていうのかな、そんな目立つことしたくねえんだよ、できねえよみたいなね、分かるよ、その気持ちも分かりますけど、あれあれあった、これはモンロー、ブライドルの硬い皮。そう、親父癖って思われちゃうかなとか。いいんだ、親父クラス、親父臭さ全開でいこうぜ。親父臭くて何が悪いんだよっていうね。いや、まあある種僕は開き直ってますけど、昔のじじいたちはなんていうんだろう、もっとこう わがままだったっていうかね、そりゃそうよな。だってさ、俺の親父たちの年のおっちゃんたちはさ、あの団塊の世代みたいな人たちはさ、わがままだったじゃん、すっげえ。だって覚えてる？駅のホームなんてさ、タバコみんなバッカバカ吸ってさ、でホームに向かってもうみんなポイ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 投げてたじゃん。ねえ、それが当たり前で、注意をしよう、
ババアでもいいもんなら聖子の野郎っていう世界だったじゃん。まあそれがいいか悪いかは別にしてよ、それがいいか悪いかは別にして、ちょっと前までのおっちゃんっていうのは強かったよな。なんか急にここに来ておっちゃんたちはみんなしょぼくれちゃったっていうかさ、なんか牙を抜かれちゃったというかね。今国民を掃除してます。 OK、 綺麗になった。カッタイブライドルもガチンって国民入りました。はい、でここまでやるとね、やっぱブルームが剥がれちゃうんで、せっかくのブライドルなんでね、後からブルームをちょんちょんと足してやろうかなと思ってます。はい、いや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 、さあ俺この動画だっけ、この前の動画だっけ、皮を濡らした状態でスキキに入れるとすきやすいようなこと言ってたじゃん。それね、やっていいのはこの硬い銀面の硬いブライドルだけ、これも大丈夫だった。普通のきなりの皮は伸びる寸法が変わる、やめた方がいい。ほらこんなに長さが違うの、こっちがた面合ってんだよ、ほら。でこっちの方向に空いてるので、ね、シューッと、あれなんか歪んでんなと思ったのよ。だから濡れて柔らかい状態でギューって挟んで引っ張るわけじゃん、やめた方がいいね。はい、って感じでこれもう一回抜きました。やり直しです。これな、切ってワッペンにしよっか。プレゼント、いややめた方がいいな、ね、サクッと切りましょう。こういうのはね、世に出しちゃいけないんですよ。もったいないけどね、もったいないけど。てな感じで、最初に話を戻しましょう。理論ね、しょぼくれたおっちゃんたちだらけになってしまったこの現代ですが、要は団塊の親父たちのあのわがまま放題だったじゃん。そんな親父ばっかりだったじゃん。親父たちは強かったじゃん。でそれに比べて俺たちの年代っていうのは基本的にさ、何につけて何どんな分野にせよはるかに理論は持ってるわけよ、いろんなことに対して。だからもっと自信持って いいんじゃねえかって。いいんだよ、実績なんかなくても自信だけありゃね。親父たちはさ、優しすぎんだよな。本当に。本当にそう思う。だって、ねえ、結婚して子供がいてよ。いろいろや、一生懸命働いてよ。働いてよ。でも、なんかこう、なんだろう。よく言われるじゃない。こう俺は ATM じゃねえって言ってるのを聞くでしょ。ねえ、成り下がっちゃうんだね、そうやってね。もっと自信持っていいんじゃねえか。ね、現代のおっちゃんはみんな優しすぎると思います。まあ俺そんなド S じゃないですけど。うん。はい、てな感じで今回の動画は終わろうと思います。うん。親父たち立ち上がろうぜ。こんな感じです。じゃあね、バイバイ。はい、一回終わったんだけど、ズバッ一刀両断でございます。もったいないけどね、うん、これだけでもこう歪んでんとこだけ切ってプレゼントにすれば喜んでくれる人はいると思うんだけど、こんなんは世に出しちゃいかんのです。はい、時にはねこんなんも必要ということで、あ俺のやらかした俺の
戒めでございます。もう二度とこういう失敗はすることはないでしょう。はい、じゃあね。